皆さんこんばんは、クリスです。こんばんは、高橋理恵です。今日もやってきましたね、金曜日が。はい、金曜日ですね。なんかまだあの火曜日がね、私染みついててなんですけども、うんうん、でも最近毎日曜日も日付もあんまりわからなくなってきましたね。このエブリデイサンデーでございますね、はい、そうですね、サンデーというかなんかね、うん、でも結構なんだかんだって言って案外忙しいよね。ねえ、いや本当にバタバタと、うん、かなり忙しいかな、うん、なんでそんなに忙しいんですか。いや、それはだってあれでしょ、もう29日に、来週29日に、え、なんかありましたっけ、私たちが私たちがしているアシアザフェスティバルの、そうですね、はい、無観客生配信、そうです、はい、を、ずっと、まあね、企画して、うんうん、準備を進めてきておりまして、はい、それに向けてね、はい、もう今もう大詰めですし、やっぱり今こんなね、うん、コロナの件があるんで、うん、もう実質クリスと私しか動いてないから。そうですね、やっぱりね、いろんな人ね、どんな作業も全部でしょう、うん、もうちょっとまあまあ死にそうよね、この作業ね。まあね、うん、まあでもなんかこれが全部終わったらね、一段落っていう感じなんで。いや本当にね、うんうん、ちょっと前に私あの自分のクラウドファンディングでね、はいはい、最後あの120通ぐらいかな、うん、あの CD をね、はい、梱包して CD とか DVD とか梱包してお手紙つけて、うん、一人で全部手作業で、ね、手書きで住所も全部やったんですよね、もうあの時手首痛くて死にそうだったんだけど、うん、今このね、また T シャツの仕分け、なかなかすごいですよね。そうですね皆さんお楽しみしといてくださいね。はい、そしてね、ニュースですよ。もう皆さんね、聞いてくれたかもしれない、知っていると思うんですけれども、あの22日朝刊、神戸新聞の朝刊にね、はい、そうですね、はい、取り上げていただきました。もう本当にね、神戸新聞の記者の方にはね、もう本当に心から感謝ですね。やっぱあんだけ目立つような大きな記事をね、上げてくれるっていうのは本当ね、うん、やっぱりね、そのたとえ無観客ということであっても、うん、まあ、最低人数のね、スタッフ、カメラ、うんうん、そして音響、うん、そして私たちということで、まあ5人ぐらいでやるんですけれどもね、まあね、3密にはまずならない、うん、換気をしっかりして、うん、マスクをして、アルコールを置いて、もうできることはしっかりとね、やってやりたいと思います、はい、もちろんね、そうなんですけれども、うん、やっぱりさ、私たちこうアーティスト主催ということではなく、やっぱりアシアジャズフェスティバルという一つのね、はいはい、まあ、今年4回目だったはずなんですけれども、はい、まあね、あのおかげさまで結構来場者数も多いですから、ね、そんな中でいろいろね、市だったり県の、あの講演いただいてたり、いろんなスポンサーの方たちにもね、応援してもらってるんで、うんうん、やはり我々こうアーティスト目線だけ の、うんうん、あのイベントではないのでね、そのあたりかなり、我々も悩みましたよね、うん、はい、だけどもおかげさまでもう実行できるところまで来まして、はい、神戸新聞にも掲載してもらったのは大きかったです。本当ありがとうございます。いや本当にね、ありがとうございますです。はい、はいね、じゃあまた内容についてはちょっと後で触れてみましょうか。そうですね、クリスの今日は曲から、じゃあ先行で僕から言ってみたいと思うんですけどね、はい、以前火曜日の時にエラさんを僕ちょっと取り上げたと思うんですけど、エラさんを取り上げたと思うんでね、今日はね、エラフィッツジャルド、言われへん、エラフィッツジェラルド。あのね、あのさ、はい、クリス、あれ、ローマじゃない、アルファベット読んだらさ、そのまんま発音ってクリスの方が絶対私より得意だと思うんだけど。そうよ、エラフィッツジェラルドなんて言われた。それを日本語で言うとエラフィッツジェラルド。あ、言えてない。いやいや、うん、だから英語でいいんじゃん。そう、エラさんとね、ルイ・アームストロングが一緒にやってるすごい素敵な曲がありますので、ここで Dream a little dream of me を聴きください。どうぞ。じゃあまた引き続きどうしますか。やっぱりね、29日水曜日、はい、祝日なんですけれども、はい、あのね、アシアザズフェスティバルのライブ配信について、うん、はい、ちょっとね、内容を少しまたお話ししたいなと思うんですが、はい、当日ね、12時から一応、まあ、テスト配信を行う予定です、はい、うん、で、1時からあの開演というような形でね、はい、やっていこうと思っていますが、はい、おそらく、まあ、4時ぐらいにはそうですね、うん、終わるのかなという感じですけれども、うんうん、若干ね、流動的な部分があるかと思います、うん、そしてね、あのやっぱりね、
これ配信っていうのは私たちプロではないのでね、どういうことがもしかしたら途中で起こるか分かんないっていうね、ちょっとそういうのもあるんですけれども、そうね、はい、ね、でもまあ皆さんにねどんな風に見てもらえるのかって言ったら、はい、アシアジャズフェスティバルのホームページもしくはフェイスブックの、はい、私たちのページですね、はい、アシアジャズフェスティバルね、はいはい、そこからね、無料でご覧になっていただけます、はいはい、なのでねよかったらコメントとかね、入れてもらったら、多分私たちスタッフでいろいろやってるんでコメント返しはできないかもしれないけれども、はい、ちょっと見れた時にはねやっぱ嬉しいよね。そうですよね、そうそう、励みになるのでね、よかったらコメントとかね入れてほしいですね。そうですね、たくさんの方々にね、音楽の力を届けたいので、はい、はい、そうですね。で、そもそもね、まあ、新聞、神戸新聞の方の記事をご覧になっていただいた方には分かると思うんですけれども、はい、4月30日が国際ジャズデイというね、インターナショナルジャズデイ、インターナショナルジャズデイ、はい、でこちらは、はい、ユネスコの方で、ね、定められたその国際ジャズデイ、はい、で我々もアシアジャズフェスティバルも、まあ、それにちなんで祝日の29日に毎年、はいはいはい、やっているわけなんですけれども、うん、まあ、公認イベントとしてもね、はい、毎年ね感謝状もいただいてね、うん、とっても嬉しいですね。はい、で今回ね、多分ですよ、なんかメッセージとかこう動画でいただけるのかな。いただきましょう。いただきましょう。まあね、インターナショナルジャズデーからねビデオをもらえるようにね頑張ります。あ、頑張るって感じなんですね。まあまあ来ると思います。はい、そっか、楽しみですね。はい。はい、それでは当日ね、他にもいろんなビッグなアーティストからメッセージとか、はい、あとまあ音楽のプレゼント、うんうん、もちろん無観客での、生放送、生演奏、はい、ね、ありますよね。はい、はい、そのあたりをちょっとこれどうですか、発表しちゃいますか。発表しましょう。はい、まず最近までこのね芦屋にご縁があった、はい、近藤房之助さん、はい、はい、房之助さん、房之助さんからメッセージをいただいてますので、いただいてますね、その動画をね皆さんにね見ていただきましょうね。はい、はい、そして去年、ルナホールのね、はい、はい、メインのねホールで素晴らしい演奏を、長尾珠代さんと一緒にしていただいた横田明夫さん、はい、ギタリストの、はい、うん、横田さんからもメッセージいただいてますね。プレゼントの曲もいただいてます。うん、曲も、はい、わ、楽しみだな。いや、本当ありがたいです。そして私がね、そうそう、ジャズというか、まあこういう音楽歌うっていう世界にね、もう本当、はい、もう入った瞬間ぐらいにたまたまね、うんうん、知ったアーティストで、福岡のね、はい、アーティストで、もうとっても大好きな石原健三郎さん、はい、健三郎さんはね、トラベラーズというねバンドでね、ずっと全国でも活躍されてたんですけども、今ね、石原健三郎ということでやってますが、彼からもメッセージいただいております。動画じゃない、演奏もあるのかな。サプライズですね、ちょこっとサプライズありますね。サプライズ、はい、いいな、いいな、いいな、ね、やっぱりね、第1回のアシアジャズフェスティバルに出演してもらったっていうね、うん、やっぱそういう思いもねあるし、本当に私たちもうなんかこう初めてで、もう至らないところもたくさんで、はい、ね、余裕がなかった、そんな時にね健三郎さんのかっこいいステージね、今でもね本当に焼き付いてます、はい、楽しみです。そしてアシアとニューヨーク行き来している世界的なギタリスト、ジャズギタリストですよね、はい、吉田次郎さん、イエーイ、吉田次郎さん、楽しみですね。いや、吉田次郎さん素晴らしいですね、はい、吉田次郎さんからはメッセージと曲のプレゼントもいただけるのかな。うわ、これは楽しみだ、はい、ね、次郎さんもしまだですよ、これからでしたらこの放送聞いてくれてたら、ね、そうですね、あ、忘れてたのかなったらね。ね、ぜひ聞きたいなと思います、はい、もうね、これで4名のアーティストからの、ね、そういったメッセージと
そのプレゼントをいただけるんですが、はいはい、まあ、全員男性ですね。そうです ね本当に、うん、全員男性。いや、よく考えたらさ、全員ギタリスト。本当だ今気づいた。そうですね、全員ギタリストだよ。で、歌う方は房之助さんと健三郎さんですよね。ね、うん、そっか、うん、これはまあ楽しみ、本当に。はい、でついでね、ついでにはここは切る。当日のスペシャルなゲストも発表しますかね。はい、当日のスペシャルなゲストはここでようやく女性が登場しますよ。しかもギタリストほんまや本当にうまいことギタリストだね。え、ちょっと待って、全然鍵盤ないね。ないっすね、うん、最後にあるかな、あるかな、うん、はいそっか、はい、女性ですよ。もうとってもね、キュートでね、でも一度演奏しだすと本当にかっこいい、かっこいいですね、素晴らしい方ですよね。篠彩音、楽しみにしております。はい、篠彩音さんですよ、はい、彼女はね、神戸出身ということで、東京で活躍されていますが、ね、実家の方にいらっしゃるということでね、はいはい、当日は生演奏を皆さんに届けたいと、ね、お届けしたいと思います。はい、お届けしていただきましょう。そして、最後もう一組、はい、ジプシースイングの、そうなんです、モンデューさん。モンデューさんもですね、楽しみですね。楽しみだな、もうどうなるんでしょうか、本当に。そして私たちも最後に音楽の力、はい、新曲をねやりますね、みんなに届けるということで、はい、もうコーラスの参加も皆さんに参加していただくことになってますということで、ね、楽しみにしていてください。はい、詳しくはホームページにも載せるつもりなので、ぜひチェックしてください。はい、お願いします。ここでサテライトスタジオを呼んでみますか。レオンさん、どうぞ。はいはい、レオンさん、どうもです。はい、レオンさん、ありがとうございます。いやでもね、なんかその離れた距離でレオンさんもね、リマちゃんからビデオメッセージをもらいながらっていうね、独特な、まあ、移動が今ちょっとねあれですからね、あれなんですけど、そうそう、うん、素敵なね番組、今日もありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、ではまあ後半ね、クリエでまたお届けしたいと思いますけれども、いはい、私の方でね、今日ねちょっとピックアップした曲を、ね、聞いてもらおうかなと思うんですが、はい、あのね、どんなアーティストでどんな曲にしようかと思って、はい、いろいろいつもね、毎回ちょっとこういろいろ YouTube とか検索するんだけど、うんうん、偶然ね出会った、私ね結構ね偶然出会うボーカリストとかすごい好きなの。ああ、いいね、うんうん、偶然出会う、でその人を他の曲とか聞いて、なんかどんな人なんだろうとかね、うん、で結構ね、あ、こういう感じ割と好きと思う、その歌い方とかね、うんうんうん、私多分ね、はっきりと楽器のように声が出てる人が好きなんやと、いろいろニュアンスで歌う人とかいっぱいいると思うんだけど、うん、まあたまたまこの人のこの曲、久しぶりに曲もね好きだからね、ちょっとね聞いてもらおうかと思うんですが、はい、キンガっていう人、うん、キンガさんって女性よ。なんかどっか北欧とかのイメージがある名前で、あ、そうなの、ポーランドで生まれて、うん、だからね顔もね、なんかちょっとアメリカっぽい感じじゃなかった。ポーランドで、そしてね、アムステルダムにね、家族で、うん、まあ、引っ越して、そっからね、多分ね、カナダのね、オタワ、はいはい、うん、オンタリオ州オタワに長く、うんうん、ずっとそこで、まあ、言った学生時代から、まあ、今もね、活躍されてるみたいなんですけども、はい、まあ、そんなキンガさんの曲で、はい、What Difference They Made をお送りします。キンガで What a Difference They Made でした。なんかすごいいい感じ の、うん、バージョン、なんかラテンのルンバっぽい感じのね、うん、ギターもかっこよかったし、そうなんだ、うん、ね、っていうかね、この曲ね、まあナンシー・ウィルソンで、あ、違う、ダイナ・ワシントン、うん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 、で有名なんだけどね、うん、これね英語じゃなくて本当はねスパニッシュの曲なのよ、もともとだからまあラテン、うん、ラテンですね、うんうん、なんかこっちのリズムの方に本当は近い、うんうん、バラードで歌ってる感じとかではなくてね、はいはいはい、うん、でそのメキシコのマリア・グレーバーって言わないな、グレベールっていうのかな、うん、
キューバ、はいはい、あーなるほどね、うん、1934年に作詞作曲、うんうん、すごいいいですよ。1944年、34年、そうなんですね、うん、そうで、その後まあね、こういった What the difference they made、うん、まあ、このねタイトルもねいいですよね、うん、はい、まあ、ちょっとしたそのいつもと違う、うんうん、違いが、うん、私の一日をもう最高のものにしたっていう、うんうんうん、そういうことよね、うんうんうん、でこれってあの大橋巨泉さんがいつもよく放題をあのやるんですけれども、うん、縁は異なもの、異なもの、異なるもの、うん、いいですね、縁は異なもの、よくわからないものだなと、うん、本当にいつも思います、はいはい、というロマンティックな、ね、曲を聴いていただきましたが、はい、はい、もうね、ほとんどね終わりになりましたけれども、はい、さっきちょっとお話ししました29日の、はいはい、配信ですけれども、うん、最後は私たち Rhythm is Energy、はい、音楽の力でみんなと一緒に、はい、動画を事前にね募集したそんな皆さんと一緒にその日はやれるというような感じでね、はい、なんとか頑張ります、うん、で、アシズムフェスティバルはもうボランティアで全部ね運営してますので、ジャズフェスティバルの今年は T シャツ、とっても素敵なね、はい、T シャツ、そちらの方をね、これから皆さんにもぜひともねいいなと思ったらね、ご購入いただいて応援していただければなと思います、はいはい、そちらの方もホームページから、ご購入いただけますのでね、ぜひお願いしたいと思います。お願いいたします。で、まあね、番組へのメッセージなどもねぜひともよろしくお願いします。クリエのページからね、クリエちゃんはジャズアップライフのページからいただけますのでよろしくお願いいたします。あっという間でしたね。はい、また来週ですね。来週は報告できそうですね、はい、そうですね、うん、皆さんね、それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。この番組は考えるを形にするデザインファクトリー海猫堂の提供でお届けいたしました。